こんばんは、こんばんは、明さん。こんばんは、明さん。はい、えー、今日はですね、ちょっと旅行先なんですが、えー、今湖畔いつも来てる湖畔に来ています。でもう日が暮れちゃうので、ちょっと早速ですね、えー、日がもうほとんど暮れてますが、綺麗な湖畔をお見せしたいと思います。えー、あの雲のとこが立石山というとこですね、立石山っていうとこですね。 えー、さっきまではちょっと明るかったんですけどねもうすぐに暗くなっちゃってですね、まあ、ちょうどギリギリやっと見えるという感じで本当はもうちょっと明るくて綺麗な場所なんですけどもうほとんど日暮れ,日暮れで,ですね皆さんあまりよく見えないんじゃないかと思うんですが空はまだ明るいですが、えー、はい、あゆみさん、さつきちゃん あんちゃんえー、ヨハネさん、えー、それからルポスさん、<laughs> シリマさん、プシマンさん、マサヤさん、えー、何か、えー、とアナウンスがありますけど、えーまあ、もしかしたら明日の朝もですねここに来れるかもしれません。明日の朝来るとととですねももっともっと きれいな景色が見れると思いますが、えー、残念ですけどもう大い、えー、日暮れです日暮れですはい、えー、今日のタイトルは「役に立つ人間」とは「役に立つ人間」あまりですね役に立つ人間とか「役に立たない人間」っていう言葉はですねちょっとこう差別用語であまり使いたくない言葉なんですがしかしこの「役に立つ人間」っていうのはもちろん この世的に役に立つかどうかということではありませんこの世的に役に立つか立たないかそれはこの世の価値観ですが聖書の価値観は反対なんですね反対ですあんちゃんすごい雄大気持ちが変わりますはいそうですね本当に雄大ですね えー、雄大な景色ですもうそろそろ見えなくなっちゃいますが、まあ、見るだけ見ていただいて、えー、何してるんですか放送しています放送していますえー、それでですね秋さんその雄大さに感動わあそうですかそんなに雄大に見えますか素晴らしい 静かでねここは本当に今やっぱりコロナのせいで人がいないんでしょうかねすごくシーンと静かにですねすごい静かな感じですねすごい静かですで、えー、世の中ではですね役に立つ人間が褒められて役に立たない人間は、まあ、見下げられてるというのが、えー、この世の中です 土台さん、こんばんは、びっくりしました。えー、電波がですねこう悪いかと思ったら、ですね意外と良かったんですね。意外と電波がよくてですね、まあ、えー、今日は、ですねでも電波は少ないので、ツイキャストフワッチだけ、ツイキャストフワッチだけ,、えーチだけえー、できしかできません。他のサイトはできません。 あんちゃん配信でこのレベルなので実際はもっとすごいかもそうですねリアルはすごいですねリアルはかなりですねこの綺麗、えー、ですわらびさん、えー、それでですねえー、っと、まあ、私のキャッチフレーズの一つはですねニート万歳ですねニート万歳、えー、世の中ではですねニートは見下げられてるかもしれません しかし私はですねむしろニートの方がニートの方の方が神様に近い天国に近いと考えますなぜならば、えー、会社で忙しければですね、えー、福音に聞くチャンスが少ないです、えー、ニートの方はこのように、えー、時間がありますから、えー、電動放送に、えー、まあ電動放送を聞くチャンスがありますそして、えー 電動放送、ね、朝晩やってますから仕事してる人はまずなかなか難しいのではないでしょうかしかし、えー、ニートの方はですね時間がありますねえ進、ー、的なことをする信仰的なことをする時間があります祈る時間があります、えー、ですからそういうわけで皆さん、えー、世の中で役に立つというのは、まあ、社会に役に立つとか えー、会社に役に立つか国に役に立つかというニュアンスですねそれはですね政治的に言うと違うんですね、えー、本当に役に立つかどうかそれは神様に対して役に立つか神の国に対して役に立つか、えー、伝道福音伝道に関して役に立つかそれがですね本当の役に立つ人間なんですね本当に役に立つ人間 それははこのの世的なな役に立つのででいんですお金を儲けることが役に立つことではなく社会貢献することが役に立つのではないんです、えー、神様にとって役に立つかどうか神の御心にかなうかどうかそれが本当に役に立つかどうかなんですねですからぜひ皆さん、えー、世の中はですね私たちは認めません ね、こうやって私がですね伝道しても社会では認めないし役に立っているとは言わないでしょうむしろ世の中では何してるんだこの牧師という感じかもしれません、えー、むしろね何かこうカルトじゃないかとか言ってですね、えー、評価することはできませんしかし神様はですね神様はイエスキリストを述べ伝え十字架を述べ伝える 人をですね、役に立つというふうに言ってくれるのではないでしょうか、秋さん、今日はいろいろ問題があって祈りました、そしたらちょっとだけ解決しました、あっ、さん、はい、えー、秋さん、えー、そうですか、よかったですね、秋さん、だんだんですね、えー、祈りが叶えられるという経験をします、ぜひ、えー、祈りは叶えられてきますから、えー、諦めないでね。 続けて続けて祈ってくださいだん,だん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 祈りが聞かれていくと思いますあんちゃん神の愛を述べ伝えるのがいいのですねそうです私たちは、えー、神の愛を述べ伝ええー、十字架を述べ伝え福音を述べ伝えるそれが、えー、大事な役に立つということですねあきさん素晴らしい 秋さん、朝晩祈っています朝晩祈っています祈りさん今ニコ生やってませんの、ね、でごめんなさいえ今日は電波の関係でツイキャスとフワッチだけなんですねだいぶいないならそこで「アーメンと叫んでほしいやってみましょうかちょっと大きな声出してやってみましょうか「ハレルヤー!」 イエス様ーアーメン <laughs>、えー、言ってしまいましたどうでしょうかね、えー、返事は返事は返ってこないから <laughs> えー、まあ向こうで聞こえてるかもしれませんがねえー いいです気持ちいいですね、えー、こうやって大きな声でね大きな声でこう言えることは本当に素晴らしいと思いますアンちゃんイエス様喜びましたよキュウちゃん <laughs>、えー、イエス様喜んだかもしれませんねはいえー、っとそれではですね話を続けていきたいと思います えー、役に立つか役に立たないか役に立つか役に立たないかそれは何を基準とするかということですね、えー、イエス様を基準にしてイエス様を基準にしてですね、うん、そして、えー、本当に、えーえー、イエス様が喜ぶようなこんにちは,にちはハレルヤー イエス様が喜ばれるような生き方イエス様の喜ばれるような在り方それが役に立てると思いますそして、えー、この世的にはむしろかえって、えー、まあ評価されないこの世的には いくら伝道してもこの世的には評価されません、それはこの世がわからないからですね、わからないから、えー、当然評価できないわけですね、そして私たちもこの世を評価しません、えー、この世を評価しません、オリンピックの金メダルを評価しません、なぜ私たちはこの世を評価しないかというと、えー、イエスリストにあって役に立たないからですね、えー、金メダルも神の国には役に立ちません。 この世でどんなにお金持ちになっても神の国には役に立たないんですね神様に役に立つためには神様の御心を行って神様の御心を行ってそしてその神様に喜ばれ天に宝を蓄えて天に宝を蓄えて初めて 神様に役に役立つと信じますですから皆さん喜んでください皆さんは今仕事がないかもしれません今特別社会的に貢献してないかもしれませんしかし皆さんがこの放送を見に来てくださって神の言葉を聞いているだけでそれは役に立っていますイエス様を信じているだけでイエス様を信じているだけで役に立ちます えーはい、桜島を見てるや、桜島、ちょっと似てるかもしれません、ね、桜島を見てるような感じですかね。はい、そういうわけで、ですね、えー、皆さんは自分は役に立たないんじゃないか、親も評価してくれないし、周りも評価してくれないし、自分は役に立たない。 と思っている人は皆さんの中にいるかもしれません。大丈夫です。心配し,し,、ま、しないでください。皆さんがイエス様を信じるだけで、皆さんがイエス様を信じるだけでものすごい役に立つのです。ものすごい貢献するのですね。えー、社会に対しても貢献します。人類に対しても貢献します。えー、皆さんが信仰を持つだけで、皆さんが信仰を持つだけで素晴らしい、えー、役に立つ人間になることができます。 もしイエス様を信じないならばむしろ役に立たないどころか害のある人間害のある人間になってしまうのですなぜかというと神様に敵対するからですね神様に敵対するならばそれは神様に害を与えることになりますはいヨ4ヨさんこんばんはどうでしょうかヨ4ヨさん何か変わったことがあるでしょうか 何かいいことがあったんではないでしょうか。はい、ですから皆さん、えー、心配しなくて大丈夫です、えー。イエス様の御言葉を聞いて、そして、えー、イエス様に祈ったり、そして、えー、イエス様の教えを実行したり、えー、するだけで、 えー、素晴らしい、えー、素晴らしい役に立つなんか飛んでますね何が飛んでるんでしょうねちょっと見えますか見え,見えないなんか飛んでますよね何が飛んでるんだろう鳥かなそう鳥が飛んでるみたいですね、えー、土台さんローマの14の19 そういうわけですから私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。アメンまあ平和に役立つこれはですねやはり神様の御心です平和は神様の御心です平和を作り平和を愛する私たちは、えー、とても役に立つ存在ですあんちゃん社会にぶられても 神の御国を述べ伝えるなら正しいことを我々はしている。その通りです。その通りです。えー、この的にですね、何か、えー、役に立たないように見えて、まあ実際は本当に役に立つのであります。えー、ごめんなさいちょ、今日はね、ちょっと早く終わんなきゃいけないので明かしタイム行きましょう。はい。えー、イエス様を信じて。 イエス様を信じて、はい、サオリングさん放送できたんですね、えー、イエス様を信じて、えー、役に、えー、立つ人間になってきた、えー、この世的な役に立つのではなく、神様に対して役に立つ人間になったということが分かった証し、本当に役に立つ人間とは、えー、神様の御心を行う人間だということが分かってきた証し、スタート、スタート。 ユウさんこんばんはヨンヨウさん大丈夫ですイエス様がもうすぐ来ますイエス様がもうすぐ来ます心配いりませんイエス様は近いのですイエス様は近いです サオニグさん、自分の好き嫌いじゃなくて神様の好むことを行いたい自分の好き嫌いじゃなくて神様の、えー、好むことを行いたいアンちゃん、えー、まだロボ伝動まではできませんがツイッターでちょっと伝動してる素晴らしいアタイさんイエス様に最高のご奉仕をしたいアメン。 アメン私たちの人生は信仰によって素晴らしい人生になるんです私たちの人生はイエスキーストにあってものすごい役に立つ人生 ものすごい価値ある人生に変えられます信仰で歩むことによってそうなるんですね信仰がなければかえって逆なんですねかえって神様に敵対し害のある人間になってしまうんですね芽依さんこの世の仕事ではなく神の仕事をしたいその通りですこの世の仕事をしてもですね神の誉まれはありません神の仕事をして 神の仕事をして初めて、えー、役に立つ人間になれるんですね。サオリンゴさん、多くの人を天国へ向かわせる役に立ちたい。その通りです。その通りです。皆さんが、えー、この放送に来てくださって、一緒に、えー、学び、一緒に祈ってるということはものすごい役に立ってる。 ものすす。ごいいい役に立っていまま、えー、そう思いませんか、ねえー。一緒に祈ることは素晴らしいし一緒に伝道できるということは素晴らしいと思いませんか是非皆さん皆さんがこの放送に来て一緒に学んでいること一緒に祈っていることは素晴らしい役に立っているということなんですね。 はい、他に証はないでしょうか他に証はないでしょうか土台さん私も療養中でニートの所属かもしれないけどイエス様の地上の代理人みたいなキュウちゃんの油すぎを毎日毎日受け取れて幸せですイエス様に感謝しますアメン、えー。土台さんの えー、御言葉を張りはものすごい役に立ってます、えー、御言葉を張るということは素晴らしい働きです多くの人が御言葉を読むことができるんです、えー、素晴らしい働きですそういうわけで、えー、もう一度復習しますが 役に立つとか役に立たないという言い方はちょっとあまり差別的用語で言いたくないんですが本当,に本当に役に立つ本当に役に立つ人生生き方役に立つ人間というのはこの世的に役に立つかどうかじゃないということですねこの世的じゃなくてイエス様に対してどうかイエス様に対して イエス様が評価することがが役に立つイエス様が評価しないことはもちろん役に立たないということになります。あんちゃん元気になってな元気になるよ。イエス様は万人力万人力、えー、そういうわけで、えー、皆さんに、まあ、そういう意味では霊的にと言ったらいいでしょうか。霊的に役にに役立つ人間になってほしい 霊的に役に立つ人間になってほしいこの世的な役に立つ人間ではなく信仰的に役に立つ人間になってほしいというのが今日のテーマです沙織こさん役に立たなくなった師匠は投げ捨てられて踏みつけられるって箇所あった気がしますその通りです師匠が仕置を保つつまり信仰があるということですね信仰があるなら仕置、えー、のある師匠で役に立ちます 信仰のない師は仕置がなくて役に立たないで捨てられるということですね。えー、地獄に多くの人が地獄に行くのは役に立たないから地獄に行くんですね。えー、役に立つクリスチャンは天国に行きます。役に立たない仕置のない師は捨てられて地獄に行ってしまいます。えー、実を結ばない枝も、えー、役に立たないので、えー、捨てられて、えー、燃やされてしまいます。しかし実を結ぶ。 神様に会って良い実を結ぶならばそれは天にその実をま持,って持ってってくれるわけですね。土台さんマタイ5 13あなた方が地の塩ですもし潮が塩気をなくしたら何によって塩気をつけられるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられ人々に踏みつけられるだけです。 あんちゃんもっと塩気のある信仰心のあるクリスチャンにならんとな捨てられるそうですねじゃあ皆さん申し訳ないんですけどちょっと暗くなってきたのでもう帰りますのでまた明日の朝ここに来たいと思いますえー、招きをしましょう今日の放送を聞いてあえー、信仰的に役に立つ人間になりたい信仰的に役に立つ人間になりたいと思う方アメンと言ってくださいこのなではない 信仰的に役に役立ちたい人間、えー、神の国に対して役に立ちたい人間。アメンアメン、あゆみさん。アメンスカインジェルさん。私は毎日仕事で上司に怒られて、自信がなくなってしまいましたが、イエス様に褒められる仕事をしていると自信になりました。アメンアメンそうです、えー。上司に怒られても。 イエス様様にに役に立つ人間なららば素晴ししいのですす天皇と様感謝します私たちは罪のうちにあった時は役に立たない人間でしたしかしイエス様に会って私たちを救ってくださり役に立つ人間になりました感謝します本当に私たちは役に立つ人間になったことはあなたの恵みです あなたの恵みです。す。本当に感謝しますアーメンといった方々がますます、えー、神様に対して役に立つ人間、主用権のある人間、主用権のある人間というのは、信仰的で清い、清い生き方をし、この社会の腐敗を止める働きをするということです。どうぞイエス様、えー、アーメンといった方々がますます役に立つ人間になりますように。 ますます役に立つ人間になりますように。祝福してください。祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 ,ーメンはい、ありがとうございました。今日はちょっと早いですが、明日の朝7時にまたここに行きたいと思います。おやすみなさい。シャローム。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローム。シャローム。